まあ、つまり物の満足というよりもこの心の満足っていうところがこの風の時代の特徴的なものかもしれません。まあ、このように時代変化っていうものをね、俯瞰的に見ていくと、この有形価値であった土の時代、お金、学歴、役職、もしくは換金できるものが労役、学歴みたいなところからもう全くこの無形価値、風の時代は無形価値、ね、情報、知識、知恵、交流、知性、創造、多様、副業、台頭っていうふうに大きく、なんていうかな、フェーズが変わっていくっていうふうな今タイミングって感じたことあります？なんだよそれ、知らないよって、まあ、必死に土の時代を生きていらっしゃる方ももちろんいらっしゃると思いますけど、なんかね、今日ちょっと変な話に思われたかもしれませんけど、確実に感性で、ああなんか山下が言ってることわかる気がするって思ってくださる方がもしいてくれたら嬉しいです。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマはこちらになります。風の時代に合わせた農業というね、なんだその風の時代ってっていうふうにね、まあ、思われたかもしれないんですけど、まあ、この生き方、まあ、我々ね農業っていうねジャンルで、まあ、生きているわけですけど、この農業という生き方の中で今大きく風の時代になったんだみたいなね話聞かれたことあると思います。じゃあその風の時代に合わせた農業とは一体どういうことなんだろうか。これ答えを僕が教えるというより皆さんでねちょっとね考えていただければいいなというふうに思っています。まあ、そこで今回の、まあ、内容なんですけれども、まあ、この土の時代から風の時代に変わったってねよく聞かれたことがあると思います。これはなんか生鮮術の用語らしいです。私詳しくわからないです。なんか太陽系と宇宙のなんかこの距離とかね、そういうのがなんかあって、まあ、占いとかで使う、まあ、用語らしいんですけど、まあ、あえてね土の時代とか風の時代とか、まあ、僕の中ではそういうなんか生鮮術のことはわからないけど、言葉としてなんとなくしっくりくるんで、まあ、使わせていただいています。で結論言うと、まあ、生き方をやっぱアップデートしていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思っています。で私たちやっぱり農業者っていうのは非常に感受性豊か、これ逆に感性が豊かじゃないと農業やれないですよね。だってやっぱり僕の場合野菜農家なんで、野菜いわゆる植物の、動きを見ながら天気とかもしくは、この空気とか風とかもしくは土とか雨とかそういう自然のものをやっぱりキャッチして、そして植物をまあ育てるっていうふうなのが、まあ、なりわいとしてるわけですよね。でこう動物を育てている人、花を育てている人、つまり農業をやってる人って割と感性が豊かでなければいけないし、感受性豊かな方が多いと思います。でそういった中でおそらく今日の話聞くと、あなんか山下さんやっぱりそうだったんだよねって、私もそんな風に感じてたんだよねっていう風になんとなく感性で、感じてる感性、まあ、ちょっとなんか言葉にしにくいんだけど、フィーリングで感じ取っていることが多々あるんじゃないだろうかと、まあ、そういった話になります。すごくふわっとした話なんですけれども、この時代の変化を俯瞰的にまあちょっと見ていくと、いわゆる土の時代っていうのがあって、そして風の時代ね、っていうのがあります。この土の時代っていうのは物質資材、名誉お金、学歴役職、組織伝統我慢っていうように、どちらかというとこの目に見えるこの有形資産、有形価値というものに、なんちゅうの、まあ、目に見えるものに価値を置いていたっていうふうな時代のことを言います。そして風の時代、まあ、これからの時代、これはもう2020年ぐらいから、いやもっと言うと2000年代からもう風の時代に入ったというふうに言われてるんですけれども、この風の時代というのは情報知識、知恵、交流、知性、創造、多様、副業、台頭などなど、この目に見えないものに価値を見出す、つまり無形価値の時代に入っているということになります。なんだか何言ってるかちょっとよく分かんないですよね。だけど確実にこんな風に今、いきなりポンポンって変わって、カットインカットアウトみたいな感じで、カチャッカチャって変わるじゃないですか。これフェードインフェードアウトみたいな感じでじわーっとこう変わっていってるんですよね。だからこれはやっぱり感性、感覚で掴み取るしかないんです。まあ、具体的な話をすると、例えばお金、この換金できる、ね、キャッシュに変える、これをまず物
物でキャッシュに変えるっていうのがまあ当たり前ですよね。物を売ることに、物を渡すことによって、はい、お金、こう物で換金してた、もしくは労役、働くことによって、労働によって、あ、お疲れさん頑張ってくれたんだ、はい、お金っていうふうにやってた、もしくは学歴ね、あのどこどこ大学出てる、どこどこでなんか博士号を持ってるみたいな、頭のいい人が、たくさんお金がもらえるみたいな、換金できるのが物学歴、あ、間違えた、物労役学歴だったんです。それが無形価値の時代に、いわゆる風の時代になってくると、この信用とか知恵とか情報で換金するみたいな時代に入ってきてます。まあ、現に私もこれね、情報提供することによって、まあ直接皆さんからお金はいただいてないけど、あ、伸び時間員さんとかね、会費いただいてたりするんですけど、例えばセミナーとかで情報をね、講演会したらね、まあありがたいことにね、お礼金いただいたりします。こんな風に情報がお金を、になったりとか、もしくはコンサルタントとかのアイデア、サポートすることによって、知恵を提供することで換金することができたり、そして信用、これ例えばクラウドファンディングなんていうのは、あれ信用をお金に変えているようなもんですよね。こんなふうに土の時代では考えられなかったようなことが、今この風の時代では現に起きているってことなんです。さあ、こんなふうに有形資産から無形資産に、間違えた、有形価値から、無形価値の方に今、徐々にスライドし始めている、まあ、そういったことをね、皆さん方おそらく感じ取っていらっしゃると思います。ですから、なんか周りのね、農業法人ででかくやってる、何億売り上げてるみたいなところがあったり、大きな会社で100人雇ってる、売り上げが 何十億やってるみたいな、ビル建てた、大規模にやってる、いい車に乗っている、学歴が高い、ビル持ってる、家建てた、なんか納屋にでかいの建てた、トラクターが新品になってる、などなど、それ目に見える有形価値なんですよね。でもちろんそれはそれで今までの時代は価値があったんですけど、これからは徐々になんかさ、っていうかさ、なんかそのでかくやったり、なんか高級車乗ります、回すのってなんかダサくねみたいな、それよりさ、なんかあの人なんか知的だよねとか、教養あるよねとか、いっぱいなんかなんかキャリア積んでるよねとか、詳しいよねとか、なんかそういうところに価値があったり、信用があったり、なんか評価されるポイントが変わってきたってことなんです。で、この例えば土の時代というのが、まあ、有形価値だったって、例えばもう固定概念にとらわれてて、やっぱりこうあるべきっていうのが多かったし、やっぱ常識っていうものを重んじてた時代なんですよね。で、当然のことながら終身雇用であったし、物質主義、やっぱ物、いいもの、いいもの、物、物、物って、物になんか執着してる、いわゆる目に見える資産にものすごく固執してて、で、伝統とか根性とか我慢とかね、そして所有する、全部自分で所有するって、例えば家も、自分でもう家を持つっていうのにステータスがあったり、ね、昔とか、まあ車を持つっていうのにステータスがあったり、でも今違いますよね。もう家とかあれ消耗品だし、車とか持ってたらただ大変なだけだよというふうに、だんだん考え方が変わりますよね。だけど土の時代というのは、この、所有するとか、もっと言うと頑張るとか、人と同じがいいんだとかっていうのがありました。そして何でも枠にはめて上がるし、他人との比較っていうことで一喜一憂してたり、そして、もう一個やり始めたらそれに集中するんだ、二頭追うものは一頭追えないぞなんて言って、一つに絞りなさいみたいな、そして結婚するのがもう当たり前、ね、お前もいい年だから結婚したらどうだなんて、もうそういうふうにほら、もう枠にはめたがる、そして家庭を持ったり家を継ぐことがもう当然とされてた時代、当然のことは縦社会、そして貯金はいいことである、そして肩書きで人を判断する、つまりお金第一主義だったって、なんかもう散々言ってますけど、こういう時代だったんです。いや、今もまだ引きずってる方もいらっしゃるかもしれません。これでこういうふうに有形価値の時代だったってことなんですよね。ところがこの風の時代っていう、この情報知識、知恵、交流、知性、創造、多様、副業、対等という、この、風の時代、いわゆる無形価値の時代、換金できるものが信用とか知恵とか情報、ここが今からですよ。
もう今すでに始まってますよ。ですから皆さん方今日、この時代の変化を俯瞰的に見て新しい時代に合わせるようにアップデートしてくださいね。アップデート、そのための今、インスピレーションで、あ、なるほど、じゃああれやろうこれやろうというふうにインスパイアしてもらうために今いっぱい単語を並べてます僕が。でいっぱい単語を並べることによって、あって、なんか自分なりに新しい時代に対応できるようなヒント、これを得ていただければいいなというふうに思ってます。さあ行きますよ。この情報知識知恵交流知性創造多様副業対等ってね、まあ、こういうふうな、単語の他にも、例えば知性、やっぱり知性っていうものが今からものすごく求められます。まあ、私も一生懸命ね、専門家的に、知性教養のあるところをね、一生懸命まあ日々勉強しているところではあるんですけれども、やっぱりそれに増してコミュニケーションです。やっぱり人とのつながり、そして想像力、で何よりもこの体験経験なんですよね。体験経験だけ、あの人なんかお金めちゃめちゃ持ってるらしいよっていう時代から、でもお金は持ってないけどあの人、世界150カ国回ってるらしいよっていう、なんか、つかめない、目には見えないけどその人が持っている体験とか経験とかってものすごく価値が高いですよね。はい、そして、枠にはまらない、型にはまらない、そして当然のことながら結婚も自由、今もう男性同士女性同士っていうのもあるし、男性の格好してるけど女性のマインド、心持ってる人、女性の格好してるけど男性のマインド持ってる人とかも、いろんな多様性、多様化しています。そして何よりも自分らしさっていうのを大事にします。一生懸命人の機嫌を取って人に合わせるっていうのではなくて、私はこういう考え方ですからっていうふうに自分らしさが大事、そして所有しない、持たないって、まあね、先ほどの土の時代ってなったらマイホームを持つとか車を所有するとか、もう全部自分で抱える、っていうふうなのが、土の時代でしたけれども、この風の時代というのはこのシェアするっていうのが非常に大事、そして自分をとにかく大事にし場所にとらわれない生き方、これもうね、あのコロナの時に大きく変わりましたよね。通勤電車に乗ってどっかにね勤めに行くっていうのではなくて、そんな風に時代とともにこの柔軟性を持って、自分は自分らしく生きる、そうすると相手に悲願だり羨ましがったり非難したりすることはなくなるんです。だって自分はこういう風に生きてる、 あなたもそんな風に生きてるの、あ素敵ですねっていう風にお互いを尊重し始めるんですよね。で、そういった本当の意味で人とのつながりっていうのがしっかりとこうつながっていく。だから僕も今コミュニティの脳美術会というのをやってますけど、これは実は風の時代にはこういうのが必要だっていうのが、あの私も一応こういう仕事をやってるんで、あの理解した上でもうやってます。ですから別に強制するものでもなく、自然とこの人のつながりっていうの重要性っていうのが僕は伝わっていくっていうふうに思ってます。だから今ねこうやってあの脳美術会っていうのもね運営しています。そして副業ね、これあの実は次回ね、J アグリでセミナーをするときにこの副業の大切さっていうのをですね、あのしっかりあのセミナーで話す予定なんです。ですから今まで農業をやってるんですね、じゃあ農業だけでなんとかしなきゃいけないですねっていう、なんか凝り固まった枠にはめた考え方じゃなくて、あ、農業やりながらこっちからも収入あって、こっちからも収入あって、素敵じゃないですか。むしろそれが今時の、今これからのやり方になるんですよ。っていうふうな話なんです。つまり、このフリーランス的なあの思考、柔軟性、フットワークの軽さ、涼やかに、スマートに生きる、スマートに仕事をしていく、こういうのが今から求められているってことなんです。まあね、先ほどもちょっと触れましたけど、クラウドファンディングなんていうね、信用をお金に変えるような、生き方、考え方っていうのがこれからもっともっと重要視されていきます。まあ、つまり物の満足というよりもこの心の満足っていうところがこの風の時代の特徴的なものかもしれません。まあ、このようにあの時代変化っていうものをね、まあ、俯瞰的に見ていくと、この、有形価値であった土の時代、お金、学歴、役職、もしくは換金できるものが労役、学歴みたいなところから、もう全くこの無形価値、風の時代は無形価値、ね、情報知識知恵交流知性創造多様副業台頭っていうふうに大きく、なんていうかな、フェーズが変わっていくっていうふうな今タイミングって
感じたことあります？なんだよそれ、知らないよって、まあ、必死にあの土の時代を生きてらっしゃる方ももちろんいらっしゃると思いますけど、なんかね今日ちょっと変な話に思われたかもしれませんけど、確実にあの感性で、あなんか山下が言ってること分かる気がするって思ってくださる方がもしいてくれたら嬉しいです。でも、僕はそれをもう割と早いうちからキャッチアップして、あこれから風の時代なんだなと思って、あの生き方を、まあ、ちょっとずつずらあのこっちの方向にあの寄せていってるってことになります。で、あの私あの20代の時には野菜農家でした。そして27歳の時に、いわゆる1996年ですけども、事業承継で、まあ、我が家の農場をやり始めた。この時ナス作り始めた。いわゆるこの時代っていうのはもうまさにこの有形価値土の時代だったんです。だって私が農業始めたのは1989年平成元年ですよ。もう今から35年も前ですよ。35年前っていうのはまだ昭和から平成に変わる時代、もうガチガチの土の時代です。大事なのはお金と学歴と役職ですよ、ね、そして組織伝統我慢、ね、物質資材名誉、これらがめちゃめちゃ大事なもので、信用できるのはあのお金に換えれるものは物、そして労役、そして学歴、もう学校いい学校行っていい大学行って、お金を取ったやつが勝ちみたいな時代がこの頃なんです。1989年から、私が事業承継した。だからこの時はあの大規模農家になってやるぞ、お金稼ぐぞって、ね、であのもういい車に乗るぞ、家建てるぞって、ね、ブランドの洋服着るぞって、もうガチガチにやってた頃です、この頃は。で私もこの土の時代を生きてきましたからね。そして32位ぐらいの時、いわゆる2000年に入った時に、まあ、私も、まあ、事業があんまり、ね、あの下手だったんでうまくいかなかった。でここで再起するんですけど、この時にどうやらなんか今までガチガチやってきたけど違うなというのにちょっと気づいたんですね。そして37の時にあるベンチャー企業に、まあ、中途採用されて、まあ、あれよあれよという間に2008年には、まあ、会社経営をやる。で会社経営をやっていく時には当然売上を上げるっていて利益を上げていかなきゃいけないんだけども、その時に何だろうな、今までみたいに努力と根性とか頑張ればどうにかなるっていうのが通用しなくなったんですよ。なんかそういうのが通用しなくて、もっとなんかハートフルな部分っていうか、なんか目に見えないところになんか答えがありそうなのに気づいたというか、なんかやってたのがこの2008年ぐらいなんです。でいよいよ思って、あこれ新しい時代に突入するぞって思って、このね今やってるノーテラスで会社を作ったのが今から13年前、これが2012年の、ちょうど今頃ですよね、に、まあ、コンサル事業ということで、今から情報とか知恵とかこういうものを提供していこう、そして、どこかの組織に、枠に入るんではなくてフリーランスとしていろんな人たちに対応できる、柔軟に対応できるような、そういうスタイルを取ろうっていうのを13年前に始めたんですよ。なんかあたかもその風の時代を先取りしたみたいな言い方してますけど、でも実際そうなんですよ。でうまく時代に乗ったおかげで今今日を迎えてるんですけど、じゃあ山下さんこれからどうするおつもりなんですかってなってくると、まあ、ここにある通り、これからはもう間違いなくこの風の時代で情報知識知恵交流知性創造多様副業対等というふうなこのキーワードの中で無形価値というものがものすごく尊重されます。だから今一生懸命この2024年今ですよ、僕も今55歳なんですけど、情報発信です。一生懸命情報発信する、つまりここで情報とか知識とか知恵とか交流とかを一生懸命ここでやってるわけですよ。ね、お金になろうがなりまいが一生懸命やるんです。そして、多様性で副業的な部分がある中で、まあ、65ぐらいから地域にもっともっと根ざしていこうと思ってますし、75はの時にはもう間違いなくもう2044年になっています。もう2044年、今から20年後ですよ。今から20年後は今今日話しているこの内容が恥ずかしいぐらいの時代になっています。20年前山下さんそんな今も当たり前だよこの風の時代っていうのはって、まあ、風の時代っていう表現ももうないでしょうね。その頃はこういうふうに価値観が変わってますね。物にとらわれるんではなくて、この、無形価値っていうところに、フェーズがもうカチャって変わってます。じゃあその時に、私はどこの立ち位置にいるのかっていうのも、もう絵をこうシナリオを描いてます。
そして、今からよりね、今ね、この今年ね、2020年からの30年後の2054年、もう2054年はもうある意味この、これらの目に見えない価値っていうものがもう尊重されて当たり前になるっていう風な、まあ、時代になってるっていう風にもう私は予測してるわけですよ、うん、で私はそれを予測した上で、そこに対応するやり方を、今模索して自分にできることを一つ一つやってるってことになります。さあいかがだったでしょうか。じゃあ皆さん方はこの土の時代から風の時代に今、フェードインフェードアウトしていってる時代で生き方をアップデートしていきます、うん、農業という分野の中でどういう、生き方アップデートをしていきますか。これが皆さんがこれから、感じ取ってそして行動に、落とし込む、まあそういうタイミングになってるんじゃないだろうか、まあそんなふうに思っています。はい、なんかねわけわかんない話だったかもしれませんけど、実はこれを踏まえてこの J アグリで稼げる農業ビジネスはこれだっていうふうに話してるんですけど、実はこの風の時代に対応したビジネスモデルの内容にこれなってるんですよ。実はちゃんとだから土の時代にの時のビジネスモデルではないよって、新しい風の時代のビジネスモデルはこれなんだよっていう風な話にちゃんとこれなってるんですね。よくできてますね、はい、じゃあどういう内容かっていうのはね、まあ、ぜひね当日5月23日11時からねセミナーやりますので、ぜひね九州の方もしくはねお近くの方ね遊びに来ていただきたいなというふうに思ってます。はい、ということで、これでね今日終わりたいと思います。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。